松下ただいつこのあなたへスマイル。この番組は WBA 世界ミニマム級9度防衛 IBF と WBO3 団体チャンピオンのただいつこさんとロンドンブーツ1号2号田村敦さんのそっくりさんをやらせていただいているロンフ敦がお送りするネットラジオ番組です。さあ始まりました。えっちゃん来ましたよ。今日もこんばんみ。ちょっと静かめですけれども、まあでも今日はいろんなことを考えていろいろねこう最近を巡ってるんですけれども、お、なんかちょっと今いやなんかね考えてるっていうか今なんかちょっとインテリっぽかったで。あ、そう。いやでもマジでパッと思いついてもって、ね、それ大事、不意になまあ結構あるやんそういうの。あるある、それでしか生きてないから。そうやで今ちょうどこの間からちょっとまあラブインのエッチなところでね、うん、そのちょっとやろうかなっていう構想が、まあ、出てきた時にリングやと思った、うん、リングやったらやな。リングといえば対決っていうのもちょっと多いんですね、うん、で私そのメッシルの桜井さんと、うん、あの桑田さんサザンだいぶ大物やねんが、ほんま一回きりやったと思うんやけど、はい、あの音楽トラさんっていう番組でやっててね、でそれがそのリング上でね、あのガチのガチのリング、うん、でお客さんもブワー入っとって、で歌の対決をする。おうおう、歌の対決をして、でまあそれでそれぞれが歌って点数が出るっていう、まあ、カラオケなんやけれども、それでまあそのリング上でその戦いながら、戦って歌いながらグローブつけて、グローブつけて、まあ、ほんまにあのセコンドがおったとか、あセコンドやろうかな、セコンドとか、ほんであれ、まあ、歌ったところでその歌ってる人にあの、まあ、飛び蹴りしてみたとかまあ茶化しながらちっちゃうやん、うん、ちゃうまあ飛び切りみたいなとか、まあそのなんかそれは茶化しやん、まあほんまに歌の対決をして、でまあそのなんかその絵が浮かんだ、うん、ここでそれできるっちゃった、あーまあ言うたらそれをブレイキングダウンじゃないけれども、うん、まあその歌の対決で、まあ、ブレイキングダウンはやめとこう。いやブレイキングダウンっていう名前はしないよ、もちろん。なんかそういうなんか今最近対決系の対決は面白い。せやろ、うん、いいね。でまあいろいろその挑戦者みたいなのを募集したりとか、まあ、それもどんな人でもいいか、それはあうんうん、単純にどんなバックボーンがあっても別にいいと、うん、でまあなんせ、まあ、代表というのは、まあ、もちろん俺もそうけど、うん、まあ、何人かちょっと集まって、うんうん、あの四天王がいいんでね、四天王にすんで無理やりそれをねまあ一応まあメンバーはもうある程度決めてるけど、うんうんうん、まあ、歌の上手な何人かを呼んで、まあ、基本それをベースに、うん、じゃあ誰と対決しますかっていうのをその挑戦者が言う、うんうんうん、面白いやん。そのやり取りから始める。へー、バトルみたいな。いやマジのバトルで真剣勝負して歌でね、歌で、おいいじゃん。でしかもやっぱ同じ曲がいいと思う、あこの曲でみたいな。それが、まあ、違う曲やったらまたちょっとあれになるやん、うん、まあ、それでもいいねんけどね、まあ、まあちょっとその辺は詰めていくけれども、まあ、対決っていう負けたやつどうなんやの、負けたやつは、え負けたやつは何どうなんやの、罰ゲームみたいなってこと、罰ゲームとか別に何も別にさ、かけるとかそんなんはいらんかな。サウンドバッグのダッシュとかする。まあそれはえっちゃんのあれにしようよ。あーいいね、大好きそういうの、うん、えっちゃんにその委ねるわそこは。あー楽しそう、うん、負けたらえっちゃんの何かねみたいな、あちょっとトレーニング的な、そう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 、あそれよくない、それも YouTube にするのもうそれ SK いっぱい出せるの、うん、幸せやろ。でもちょっと面白くない、その最終だから負けた人は、うん、やっぱ負けたらっていうの大事やで、
そうやろ、何されんねんみたいな、何もなかったら人間頑張りよな、やし、その見応えがないじゃん、うん、だからアフターの、うん、だから対決の、まあ、その動画と、うん、その後、えっちゃんにやれる何かの動画を YouTube でする、だから日本自体っていうのが多分ちょっと違うと思う、他のやつと中華街ダッシュとか南京町、あそこ東門から西門でダッシュとか、はいはいはい、どんだけあんねやろ、結構な距離じゃん、結構あるんじゃん、400ぐらいあるんかな、あるよ、ね、400メートルダッシュやから、まあ1分30秒以内に帰りなさな、はいはいはい、いやいいやおもろ、まあなんかその辺はその時のエッチな気分で決める、でもちゃんと計画だってな、そうやな、でもさちょっとこう目回ししてなんか叶いそうな気はする、うんうんうん、ではうまいことになれば盛り上がっていきそうな気がするから、まあいろんな人巻き込む、巻き込む得意やろそこにはまあまあまあ大、まあ大げさに したいなと、逆にこんちゃん、うん、これ企画の打ち合わせみたいになってんねんけど、はいはい、例えばさ、こんちゃんなんか逆に中華街でそのバトルの相手を捕まえるとかもね、はあ、はあはあ、こっちから逆に、はいはいはい、バトりませんかっていう、はいはい、まあでもまずはそのベースを作らんとかね、うん、あかあかあか、まずそこういう感じで今やってますという意見、ああ、まず、うんうん、まずその動画を作ってしまったから、うん、まずそれをやってほんで相手募集してます、うん、っていうのと、でその単純にその、まあ、ナンパしに行くみたいな感じで、うん、まあ、この歌対決をしようとしてるんですけど、リングに上がりませんか、うんうんうん、みたいな、いいよ、そこまでちょっと見えたな、いいね、バトルは、あのそういう、あの、まあ、正直、うん、こういうのって、ま、勝ち負け結構ないと頑張られへん性格やし、負け、うん、勝ちないとなんかよくあるやんってなった方がいい、けどあ、ないと頑張らんで、やっぱりまあ、負けたからにはそのあれがありますねみたいなのは用意してね、もちろん、そう、なんか面白かったらね、なんかこう商品とかつけたりとかね、うん、そう、買った人勝利者賞とかもつけていくのもありか、まあまあ後々面白い、でもそれ協賛でどっか、ああいいね、うん、なんかお願いしたり、ね、どっかね、うん、いいよね、うん、楽しそう、それ、まあ、そのスポンサーとかいろいろついてくれ、それって商品提供とかね、うん、いろんな紐づきがなんか企画の打ち合わせみたいなラジオなんだけどね、いやでもまあこういうのもたまに、でもたまにっていうかその割とおもろい発想やと思う、ね、いや面白い面白い、あのバトルっていう基本こう戦うっていうものがベースにあったら、うん、基本よくやってんねんね、そのよくあの、まあ、ゆうりくんとか最近はねその歌バトルみたいなやってんねんけど、そうなんや、でバズってんねんけど、あれっていうのはまあほんまにそういうカラオケの場所でやってるから、ここはもうリングやから戦いの場所やから、そこも絵的に、なるほど、あ、流行りのリングバージョンなんや、そう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 、へえ、これってめちゃくちゃいいと思う、うん、全然、いやむしろやろうや、うん、多分俺ないから、うん、他にやってる、なんか企画がなんか出てこんなことになると思ってませんでした、いやマジでちょっと思いついたけど、はい、でも昔のそれは発想やねん、そのテレビで一瞬一回だけやった音楽トラさんってちょっと一回ググって見てほしいけど、音楽トラさんね、うん、結構面白いね、単純に、うん、しっかり動画が残っとうが切り抜きだけかもしれんけど、残っとったとしてもまあまあなんかイメージはつくと思う、うん、こんな見た方が分かりやすいから、うん、多分口で言うとあれやから、うん、分かる分かる分かる、うん、ぜひそれをちょっとね見てみますわ、うん、多分おもろいと思う、なんかそういう絡めるというか、で、うん、いろんな人巻き込めるじゃん、うん、うん、企画としてちょっとおもろいかなーって、
ゃあちょっとその企画を練っていっていきましょう。はい、ちょっとマジでちょっとこれもしかしたらあの、はい、ラブインでバトルかもしれないんで、皆さんの喧嘩になったらやかかかかかか、ね、ちょっとね、それが見えた。バトルいいね。絶対だってそんなんできるとこがないやん。それは、ええー、なーって感じ、うんうん、せっかくあの場所をさ、あるんやから行かせるやん、それ、うんうん、まあ、普通にそのボクシングでの対決っていうのもまあまああるんやけど、そうじゃないベクトルを、うん、違う戦いでそうそうそう、やるっていうのは私は罰ゲームを作る役割でそうそうそう、あーなんてなんかそれはそれで役割が分担されていいやん、うん、それぞれじゃあちょっと企画もっと明確に、うん、はい、詰めていきます。がっつりちょっともうやっちゃいましょうか、はい、今年中にとっとと。いやほんまやほんま、はい、マジで。もう今年中にあの今まだ8月やから十分もないから、もう時間がさもなると人間冬眠するし。そうね。はい。冬眠時期はちょっと ね、 ね。先にちょっとね。先にちょっと種まきしましょう。はい。というわけで、ね、今日は打ち合わせみたいなラジオでしたけど、まあマジでちょっと面白い企画になると。で、あの、はい、皆さんあのバトルに全然あ、そうそう、むしろ挑戦したい挑戦者を望むっていうことなんで、全然あのね、連絡くださいましたら、はい、ちょっと戦っていくシステムをちょっと、はい、あの全然今からあの名乗り出といてくれたら、ね、はい、逆に名乗り出てきてほしい、はい、全然はい、歌に自信ある人ね、あの歌自慢みたいな感じで、うん、まあまあ全然歌で、まあ、点数ね、自信ありますっていう人たち、逆にね、うん、それぐらいの自信がある人じゃないとね、そうそう、はい、うん、じゃあそうなんで、でも絶対点数取る人おると思うね、そう、でもそうなったら負けたくないやろ、こんちゃんも、まあ、点数あれあんませえへんけど、普段はね、うん、でもまあそうなっていたら点数を取りにくいね、で、うん、絶対緊張するから違う緊張やろ、そう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 、違うん、それちょっと勝負の仕方がちゃうから、ちょっと勝負の世界に別の意味で入っていっていただきましょうか、はいはいはい、ちょっとそれはそれで面白いかな、だからいろいろ巻き込んでいって、まあ、例えば、まあ、冬前ちゃんもそうだし、そういう人たちも呼べたら、あーちょっと今日お話ししてたら、はい、ね、そうしましょうか、じゃあちょっと一回、はい、それをちょっと、はい、ちょっと企画を、はい、ちょっといきましょう、今日は企画のお話になっちゃいます、はい、でもちょっとワクワクすると思って、でもほんまでもちょっと歌バトルしましょう、うん、やし、あのお客さんもそこに入れていくっていう、ああなるほど、観客もいると、はい、はい、観客の盛り上げで煽ってとかもできるわけ、煽りいいね、うん、それをちょっと、はい、やっていきます YouTube とか、はい、ちょっとぜひあの、まあ、協賛の方とかあのスポンサーとかも、まあ、募集もしていきたい、そうですね、ちょっとこれがしっかりできたら、はい、ちょっと行きましょう、行きましょう、皆さんちょっと、はい、今日は企画の話になりましたけど、はい、まあ楽しみにしておいてください、はい、やりましょう、はい、じゃあバトルチェケラチョー。